皆さんチコマはチコタムディース。今回もエリン絶望から這い上がるため序盤の金策攻略を徹底してやっていきます。それではスタート。さあ今回攻略を見てね、チラッとねやっていこうっていう感じですよね。まずはこのキャラクターからこれとこれをクリックしとくといいっていう情報を得ましたね。攻略をで、クリムを石臼で粉にして売るっていうのと、柱を売る、名声を売るあたりでね金を貯めるっていうのがいいみたいなんですけど、なんとですね問題が発生しましてね、なんかちゃんと収録されてなかったですね。まさかのミステイクと。いや厳しい。まあ、若干そのクリムというのを粉にするっていうのを今ちょっとやり始めてたんですけど、そしてバサルトの石っていうのがあるとですね、序盤から最強のツルハシということなんで、それを作ろうと今頑張ってるとこでしたね。柱を売ったりやりくりしながら、もうチラッとこれはね攻略見ると厳しいですね。やっぱりネトゲだと思って攻略を見てやってこうかと。その連れのペットは死んでしまったというもうあいにくのこの辛い展開、厳しいな。絶望から這い上がるぞ。なんとかして。黄色い花がいるんだ、頑張ってみるか。あるかな黄色い花、あそこあんじゃん。おっとーらえた。なんかお影響力4ある。これ2枚買って、なんかこれだ、ハンモック、これがなんかおすすめって攻略で聞きましたね。序盤のおすすめアイテム、こうか。あ、調子できた。これいいのかな。やったー、進化したぞ。藁のベッドからハンモックに。僕はまあまあこれでとりあえずツルハシとやらを作ってくるか。やっぱりここはまずはね、またまた税金のやつ来てる。税金、納税来すぎじゃない。クリーム粉がやっぱり高いですね。今回攻略で聞いたクリーム粉、柱、名声をなんとかしてねやりくりしていきたい。なかなかないっすね、その噂の石。なんか瞬速もいいみたいですね。やっぱ速度、瞬速、瞬速しますか。わかんないですけど、伊達天うん、やばー、死んだ、地獄のような世界。お、あった、バサルト石。これをもう一個見つけないといけないんですな。ヤドカリ、ヤドカリやば、やめとし、ヤドカリいい加減。バサルトツルハシね、バサルト石あんじゃんこのとこに。なんで来た、積もった、やっとバサルトツルハシ来い。来たー、バサルトのツルハシ、バサルトツルハシ手に入れました。ちょっと寝よう。来たもうちょっとお金が稼げるようになりたいね。とりあえず演奏できるようにならないとお金を稼げないらしいので、ちょっとそこまで行きたいよね。ふう、お、打って打ってる、これ安くて助かるな。よし、ありがとう。なんかイドレリセマラしていい効果をね得るといいらしいみたいな話をね見ました。ん？ん？声はよく通る？お、あなたに手を振った。なんだこれは。あ、魅力、魅力、声通るようになった。これちょっとリセマラして能力をね、ずるいんですけどリセマラして能力をちょっと得ると楽になるみたいです。潜在能力、感覚の、なんかよくわからんけど、なんか装備品がね、おお、お、良き装備があるとのことで、ちょっと取りに行ってみましょうか。
ベルニース、やっとなんかわからん、ベルニースに着いたな。誰もいねえ。なんかここの呪われた館に良き武器があるとのことなんですけどね。お、着いた、ここか、噂の。やばそう、強敵おる。これか、これ。この武器が序盤最強武器らしいぜ。ただしなんか呪われているので装備するとしばらく外せないみたいな情報でしたね。まあ、序盤最強武器ならいいか。呪われたー。外せねー。まあいいか、こうなるみたいですね。ふう、やっと帰ってきたぞ地元へ。辛い旅でした。ふう、そしてもう一個パンティーなるアイテムがあるらしいんで、ちょっと見に行ってみますか。お、売れた売れた。あ、期間終了。デスペナー発生するから気をつけててね。怖すぎる。デスペナー発生するようになった。やべー、痛えー、死んだ、やばー、死んじゃった。もう地獄じゃない。どうやら道を間違ってたみたいですね。こっちかな。要因要因、水よ、やば、水入っちゃった、危ねえ。溺れて死ぬとこあった。パルミア大冒険だな。あ、でここか、墓所着きました。どうやらここっぽいですね。この墓所でなんかアイテムがあるみたいなんですが、これか、 JD 椎茸の亡骸、 JD か、来たー。JD ありがてえ。これなんと遠隔武器にもなる便利なものだそうなんですけど。へー、おい、強そう、強そうだな。なんか演奏もできますね。これでなんか演奏してみたいな感じなのかな。上手になるとみたいな、なりわいとできるのかな、音楽を。我々はこうしてルミエストへと行ってみよう。お、なんか街があるぞ。いや、とてもかなわないやつがいるのはちょっと厳しそうだな。問題なし、雑魚、雑魚聞かせてみよう。ちょっとなんか石投げられたり、まあなんか上がったりなんだりするな。弱めのやつがいるとこじゃないとやばいか、これは。お、なんか随分と遠回りした。どういうこと。なんで。なんかここでなんかやると、これ演奏するといいみたいな感じの攻略をみたいにしてやってみますか。ついに我々も絶望から這い出れるかもしれん。ここのポータル、おお、すげえ。うわー、なんかこんなとこに来れるんだ。わー、すごい。すごいっすね、シュギー、シュギー。だいぶパンティーの演奏も、パンティーの演奏でなんだ。まあよくわかんない。なんだこれ。でもパンティーの演奏も板について上手だったけど、なんかみんなが褒めてもらえるようになってきた。石ころ投げられてたね最初は。7レベルにしてみたけど、これでちょっともう一回調べてやってみようか、依頼っていうの。お、芸を披露してくれよ。おお、これ演奏すればいいのかな。じゃあ、お、いいのか、これで。もう、おお、よかった。
タンか。なんか分からんけど。いいね。164点。おっしゃやってるぜ。やったー。パンティー演奏家としてだんだんやってくるようになってきたよ。俺がなりたかったのってパンティー演奏家だっけ。気がつけばパンティー演奏家をなりわいとする何らかのものになっちゃった。でもこれでおひねりももらえてお金も貯めれるならまあ一石二鳥なのかな。もう秋あれ釣りもできなくなってしまう。釣りで生計を立てるなら注意が必要ね。はいはい。12月には東のノイエルという村で有名なお祭りが開催される。そうなんだ。絶対見に行くのよ。わかる。12月、あ今10月か。祭りがあるみたいですね。ここでもう音楽家をこのパンツ演奏家という謎のね職業になり、音楽家をなりわいとしてますから我々。あんまり関係がなくなってきてしまったんすけどね。音楽家儲かりますな。もう少しお金を貯めて防具を買って、そしたらついに子犬何時間前のクエストなんだ。あの子犬の洞窟をね未だにクリアできてない。我々あそこをなんとかしてクリアしないといけないですね。いやこれ夢中になってパンツ演奏者をね、パンティーが夢中になってパンティー演奏者しちゃうね。眠くなってきたもん。眠くなるぐらいずっとねこれ見つめちゃってるわ。ずっとやっちゃってる。お金ため、勝てるかな子犬のね。子犬の洞窟の敵に勝てるかなこれ。いや久しぶりの家、またなんか税金を納めないといけないんじゃないかな。もうなんか荷物届いてるぞ。わ税金、あ税金が高いよ。なんだこの荷物、誰書簡なんか知らんけどいらんもんくれたな。さて2万8000枚貯まったところで、まあちょっとそろそろいいか。よし、ちょっと宅配ボックスもらえるんかな。聴取で OK。宅配ボックスをいただいて、なんかいずれ使えるようになるらしいんでね。ちょっと重たいからこの中に入れとくか。この町にはなんか2段ベッドなるものがあって、それも結構いいらしいんでね。せっかくだもんでもらっていきますか。これか、これっぽいですね。もう2個ぐらいもらっとく。いただいていくぜ。いやいや泥棒じゃないですから。わいちゃんね、これチケットで買ってるんでね。まあ悪みたいに見えるかもしれないですけど、そんなね泥棒じゃないんですよ僕ら。ということで、まあ、この辺をもらって、あとは装備品なんですよね。防具をなんかいいのを揃えてみたいな感じなんですけど、まずはフィールドファストラで、呪われた館行ってみますか。ゆふい。でなんかさらに西の町、ポートカブールでいいのかな。これかね、行ってみますか。おーおーおお、あったあった、ここね、このブラックマーケットがいいって聞きましたね。これセーブして見る。なんかいいのが出てないですね。本当に出んのかなこれ。来い、来ねえな、リセのマラゾー。おーうおー、まあまあいいんじゃないかこれ。 PV 値が29。おー、鉄の綴り鎧、これはまあまあいいんじゃないか。5000円と安いけど、どうなんだろうね。買ってみようか。 PV 値が高いのがいいって聞いたから、とりあえず買ってみます。これでいいかな。じゃあ呪われてんのこれ。呪われてる。
どうすんだこれ。呪い解けねえってやばいね。あ、怪獣の杖これか。ちょっと怪獣の杖で呪い解きたいけど、抵抗する。どうやって呪い解くんだこれ。なるほど、もしかしてこれ入れてみたいなことか。で、おお、振るってあんね。どうだ。あー、解除されてる助かった。ふぅ、よかった。で、これを装備か。きたー、やっと装備が募ってきた。子犬、ここか。助け行ってみよう。ついに子犬か。今度こそ子犬を助けよう。ふぅ、なんかめっちゃだいぶ戦えるようになってんな。ヤドカリも、ヤドカレルも、これはだいぶいいぞ。強くなっている我々。ここか。マジここからめちゃ強いやついたよね。ワンパンのマジ強なやつ。眠気、寝るか。こんな時に、なんこれ、閉ざされた通路。もう分からんけど閉ざされてんな。助けられんのかな。どうしたらいいんだろう。犬がもうまさに文字を犬という感じだったんだけど、この先行けないとダメなんかな。まあもう一つの方行ってみようか。ナイミールっていう南東の方先行かないとダメなんかな、もしかすると。これか、危険度4回相当。こっちの方が後回しっぽいけどな。なんかお、なんか始まってる。やられた、まさかのうちんこ。マジかよ、きついかもな。ここやべえ、亡霊来てる。弱くなっちゃったの、何それ。普段より下がってるでしょ。おー、肉体復活か精神復活のポーション、厳しい。ナイミールもここも厳しいんだけど、ん、乗ったー迎えがいつまで続くんだ。なんか始まった全くわからないのが、応急会議みたいなのが始まってんすけど、なんだろう。もうまた知らないやつ出てきた。何の話、そしてあいつら誰、全くわからない映像が一瞬差し込まれましたね。それにしてもずいぶん腫れてきたな、この家に帰ってこない間に。まあ、なんかここ結構いろいろと手に入るから、これはこれでいいのかもな。ん、なんかキャンキャン言ってるけど大丈夫か。あ、犬いた、ポピー、ポピーいたんだけど、ポピー死んじゃうで、こいつら何とかせんと。よし、連れてく、来たー、死んじゃいそう。ちょっと待って、やば、帰ってこれた、なんだ、帰ってこれた、連絡始まって。何をグズグズしてる、エルミナレ、お前の歩調に合わせる日が暮れてまうぞ。うちの日へ、フルッとお前に話がある、とかやってる場合じゃないのこれ。なるほど、なんか揉めてますな。まあいいや、どうでもそんなことは話す。あー、よかった、俺も一から受け取って。あ、ポピー、ありがとう。なんかクーラーボックスってなんや、腐敗を遅くする、マジ。あ、ご飯入れみたいな感じこれ。ふぅ、やっと子犬のダンジョンを突破できました。でも皆さん、いやー、ドキドキした、戻ってくる時無理かと思ったもんね、一瞬。ドキドキですよ、マジでドキドキキャンプでした。悩ましいな。ナイミール攻略のためにとりあえず
いろんなスキルを買ってこようかな。まずは12月か。なんか12月は東のなんとかに行けって言われたけど、全然間に合いそうないな。東のノイエハ村で祭りがあるって言ったけど、ラクリテオラ、ここ行ってみる。おお、なんだここは。病に残されてしまった。まだ無理し病気を解くと症状悪化し最後に死んじゃうの。ああ。何か解決方法を見つけましょう。ノイエル南にある雪、ノイエルが分からんのよ。なるほど。まさか俺風邪ひいちゃったんかな、寒くて。リトルガーデン、ここなんだ。リトルガーデンだな。ここ怖い人たちかな。帰ろう。なんかやばそうだ、ここ。名薬の石も育ってきた。おお、この謎の石は育つの。出荷や日数の経過で自動的に育ってくる。強い敵が襲ってくるの、やめて。ポリシーを使って成長を止めといた方がいいわね。成長抑止のポリシー、なんかよくわかんないけど、成長抑止のポリシーってなんだ。エーテル病にかかってしまった。これを飲め。おお、どれを飲めっつってんだ。あ、これ治ったっぺーやったー、なんか治った。まあよくわからないけど、まあ、クラフト要素を全然やってなかったからな。そろそろ作ってってあげた方がいいのかもね。石切り機もできたし、勝てな。強えわナイミールン敵、8いんじゃん。ん、仲間死んだか。そろそろ帰った方がいいかもな。ふー、え読めなかった。うわ、遠いな。生きてたナイミールの洞窟はかなり厳しそうっすな。まだしばらく無理かな。拠点発展させてなかったから、拠点発展をちょっと今後やっていくか。なんだなんだ、おいなんだあいつ。まだまだ分からんことがいっぱいあるけど、手探りながらなんとなく分かってきて、ちょっと楽しくはなってきてますな。やっぱりもう終始手探りなのが、もうネトゲやってる時の気持ちとかに近いですね、初めて。よし、まあ今回この辺にしとくか。またなんか困ったら演奏で稼いでなんとかやりくりするみたいな感じにはなりましたが、今回まだまだ全然なんか家の周りできてない気がするんでね。冬になっちゃったもん新年明けちゃってるもん。まあ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 、どうなんだろうな、北海たぬきランド面白いですねこのゲーム。最後までご視聴ありがとうございます。序盤おすすめな装備にアイテムを入手して、そして演奏で収入を得れるまでになり、面白くなってきました。よかったらチャンネル登録、高評価の方もよろしくね。したっけ、またねー。